問っす。異界のことなんだけどさ、誰かが死んだら召喚師が異界送りするんだろ。で、死んじゃった人の魂は異界に行くんだよな。でさ、これから行くのがその異界。そこにはユーナの親父さんがいる。要するに死んじゃった人が住んでんのか。ああ、また変なこと考えてんだろね。ま、行けばわかるさ。どうして行かないんだ。異界は気に食わん。はは、怖いんだろ。未来の道を決めるために過去の力を借りる。異界とはそんな場所だ。ショーニアはさっさと行け。本当はさ、死人じゃなくて思い出に会いに行く場所なんだよ。会いたいって思う気持ちに幻光虫が反応するので、ね、幻光虫が人の形になる。要するに幻ってわけ。じゃあ行ってらっしゃい。あれ、お前行かないのか。思い出は心の中に。はあ、思い出は優しいから甘えちゃダメなの。さっさと行け。なんだ？初めて来た異界のことより、ユーナの気持ちが気になってた。ユーナの両親って仲良さそうでさ、そんなの見たらユーナの気持ちも結婚する方に傾くかも、とかさ。よう、チャップ。すぐお前に会いに来るつもりだったけど、すまん。これからシャキッとすっから勘弁してくれ。ブリッツボールも引退したし、あとはガード一筋だ。お前になんとなく似てるやつが現れてな。そいつと一緒に旅をしてるうちに思った。お前もどこかで生きてるんじゃないかってな。でもやっぱりお前は異界の住人なんだよな。はっきり分かったよなあ。そっちはどうだ。なあ、さっき話したやつにな、お前の剣をやったんだ。いいよね。ああ。彼は死んで、私は生きている。ここに来るとよくわかるわね。そろそろ私も人生前向きに考えないとね。何？前向きって何よ。ってね、チャップのことにこだわらないってことじゃないの。チャップには悪いけど、新しい誰かと付き合うとか。なるほど、そういうのもありね。ワッカと付き合うとか。どうしてワッカが出てくるのよ。
だって仲いいだろ。仲がいいのとそういうことは全然別ね。ああ、そうなの。そう、覚えておきなさい、少年。女の子の気持ちを勘違いして恥かかないようにね。え、覚えとく。私も忘れないようにするわ。さよならちゃんって、いつも不機嫌そうだってあんたは言ってたけど、楽しかったよ。どう？決めたよ。そりゃよかった。で、どっち？10年前、父さんがシンを倒した時のこと思い出したのね。私はベベルにいたんだけど、街中が大騒ぎだった。みんな笑っていて、とっても楽しそうだった。シンを倒すのが一番の明るい話題だよね。あれもこれもなんて欲張っちゃダメだよね。じゃあ戻る？シーモアに返事するんだろ。その前にジェクトさん呼んでみない？え、大丈夫、きっと来ないから。思わないようにするのは思うのと同じことなわけで。ほら、来ない。親父は死んだからここには来ないってこと。きっとどこかで会えるんだよ。でも本当に親父が死んだったら、俺はユーナやスピラの人たちになんて謝れば。いや、どうして俺があいつの代わりに謝るんだよ。最低だな、親父。ねえ、どうしてそんなに嫌いなの？いちいち腹が立つんだよな、あいつ。あいつのせいで俺と母さんは。母さん出てきちゃった。綺麗な人だね。あれ、母さんは異界送りなんてされなかったのに。生きてる時から死を受け入れていたんだよ。ひどいなそれ。俺いたのにな。あ、ごめん。いいんだ。あ、なんか俺分かっちゃった。何？親父が嫌いな理由。な、そんで俺ははっきり言ってやったんだ。本当？足りねえだろ。そうだけど。お母さん、ちょっと待っててね。親父がいると母さんは俺の方を見てくれなかった。だから俺は親父が嫌いになっていったんだろうな。親父がいなくなってからさ、母さんはどんどん元気がなくなって。具合はどうだ？あんたには関係ないだろ。あの人に死なれては俺も困るのでな。母さんが死ぬって言うな。悪かった。近所のおばさんが言ってた。つがいの鳥はどっちかが死んでしまうと残った1羽は後を追うように死んでしまうって。本当にそうなった。俺はますます親父を憎んだ。でも親父本当は。お母さん、ちょっと待っててね。言ってやれよ。またビースか泣くぞ。なんか俺ん？めちゃくちゃかっこ悪いよな。そんなことないよ。かっこ悪い。どうだ、もうちょっと考えていくか。ううん、大丈夫。あんた、なんかあったの？お待たせしました。シーモア老師に返事をしに行きます。ジスカル様。
ジスカル様。迷っているようだな。どうして？ユナ、送ってやれ。ジスカル様。もうジスカル様じゃない。早く送って差し上げなさい。話は後だ。ここを出るぞ。さっきのどういうことだ？なんでジスカル様が。ジスカル様ほどのお方が送られずに亡くなるなんて。異界送りされたのかもしれないわ。それでもスピラにとどまった。強い、とても強い思いに縛られていたらそういうこともある。反則だよね、それ。まともな死に方をしなかったということだな。私、シーモア様に会ってきますね。ユナ、ジスカルのことはグアドの問題だ。お前が気にすることはない。あのさ。何？ユーナの結婚のことどう思った？旅を続けるならどちらでもよかったわ。それだけ？ユーナがシーモンを好きかどうかとかは？人はいろんな理由で結婚するわ。どういう意味？あの結婚にはそういう感情は必要ないってこと。シンを倒してスピラの人たちを幸せにしたい。明るいニュースでスピラの人たちを幸せにしたい。ユーナにとってはどっちも同じなのよ。必要なのは自分の覚悟。覚悟があれば感情はなんとかなるでしょう。そうかな。よくわからないっす。ユーナが戻ったら出発する。準備は任せたからな。あのね、私だってもしユーナが結婚するんだったら。あ、さっきの続き？そう、ユーナが結婚するなら好きな相手として欲しいわよ。だろう？でもユーナが好きな相手と結婚したいって言い出したら私は反対するわ。は？言ってること矛盾してるっすよ。分かってるわよ。あのさ、さっきの続きならもうやめて。なんで？悪かったわ、忘れてちょうだい。ずるいよ。理由はいつかわかる。私はその理由を言葉にしたくない。余計なお世話かもしれないけど、ユーナを好きになっちゃダメよ。でも、その気持ちは旅が終わるまで大切にしまっておいてね。いやー、一時はどうなることかと思ったよな。ジスカル様のこと気になるわね。シーモア老師は知っているのかしら。ユーナが戻ったら失敗。
出たら次は通称雷平原なんだよね。召喚師様はご一緒ではないんですか？ああ、シーモアの家に行ってるんだ。シーモア老師、またはシーモア様ですね。ああ、気をつけます。はい。それでいいです。あ、シーモア老師は先ほどご出立されましたよ。マジっすか？マカラーニャ寺院へ向かわれたようです。シーモア老師はあの寺院の総監長でもありますから。あ、みんなに教えてやらなくちゃ。私にできることありますか？ユーナ、行くよ。シーモはマラカニャ寺院へ行ったんだってさ。マカラーニャ寺院だ。そうそう。にしてもよ、いくら老師様でも何も言わないで行くなんてな。こんなに早く返事されるとは思ってなかったんだよ。あ、そうだな、きっと。ユーナ、何かあったのか？いいえ、何も。隠し事が下手だな。本当に何でもないんです。さあ、行きましょう。どうやって進むんだここ？あちこちに飛来塔が立っているわ。雷は飛来塔が受け止めてくれるってわけね。飛来塔から離れすぎず近づきすぎず北へ進めだな。何もない広い場所は危険ってことよ。ちょっとだけクワドサラも戻る。短い付き合いだったな。
出番だぜ。Thank you.
呼んだか。よし。どうも。そうそう、シーモア老師とユーナ様がご結婚なさると聞きました。素敵なお話ですよね。早くみんなに知らせたいです。誰から聞いた？グアド族からですよ。みんなとっても嬉しそうでした。ああ、それちょっと違うな。ユーナは断るつもりだから。え、本当ですか？おめでたい話に水を差すものではありません。Thank you.
終わらせてやる。戦士交代だ。楽でいいわね。おお、近い近い。さっさと行くわよ。えいへい。ん？どうした？へへ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 ってなんだよ、気持ち悪いな。この雷は止むことがない。急いで抜けた方がいい。知ってるけどさ、理屈じゃないんだよ。だってさ、どうする？頼むよ、休んでこうよ。雷はダメなんだよ。休もうよ。ね、お願い。こんなに嫌だって言ってるのにさ、ひどい、ひどいよ。